質問をたくさんいただいてるんですけど、want to の話を少しね、してみたいですね。want to have to で、want to 100%、24時間365日、want to だと、want to にしていくんだと。で、ルーもですね、人生において、have to は一個もなくていいぞと。want to だけだということを言ってるし、友達はその24時間365日、want to で行くのが、このね、マインドにとって、脳にとって、最高のパフォーマンスを、発揮する状況を作り出すことができるんで、もう全員がこれからですね、すべてウォントゥーでやっていくんだと。ゴールはウォントゥーですからね。ゴールはウォントゥー。そしてたくさんのゴールを設定し、そこに向かう活動すべてウォントゥーなんで、基本的にウォントゥーにしていこうということです。ところがですね、このウォントゥーが厄介で、何が厄介かって言ったら、社会人に向けた、講座とかでですね、あとは、企業研修も、やったりとかしてますけど、まあ、そうですね。中堅社員以降になると、want to って、なかなか出てきませんっていう、そういう、相談とかない、まあ、悩み相談ですね。そういったことが多いんですよね。これは本当に、まあ、自分も経験してきてるかなと思うんですけど、やりたいことをね、やりたいだけっていうことではなくて、我慢するとね。我慢することが大人であると。嫌なことも我慢するよと。我慢できなくてどうするのね。で、まあ、我慢できるのが大人なんだから、いろんなことを我慢すると嫌なことも、ハプトなこともどんどんやるのが、社会人だし、仕事だし、嫌なこと、人が嫌がることをね、すごく人が嫌がることをやればやるほど、報酬が高くなるよっていうのは、自分はすごく、刷り込まれてきて、有名な経営者とかですね、著名な方もそういうことをずっと言ってきてるのを自分は確認してきてるんで、さすがにやりたいことで、24時間365日っていう、そこまで言ってる人っていうのは自分の中では、ちょっと出会ったことがなかったですよね。で、そういう中で、友達博士ルータイスに出会って、本当に100%24時間365日だと。で、人生において、普通なんか一個もなくていいぞって言った時には、これが、科学的なね、根拠のあるコーチング理論の中で一つの大きな柱ですけども、そういう状況を作り出すことによって、我々の眠った能力をどんどん開花していくぞ、ということを学ぶわけですよね。で、最初は衝撃を受けたのは、まあ、間違いないですね。とんでもない衝撃を受けて、ところが、頭で分かって前頭前野で理解したとしても、それ実践できるかって話ですよね。なかなかこれが。正直言うと実践できなかったっていう自分がありましたよって話ですね。今日ちょっとお話しするとしたらですね。自分自身のことで言うと、理論は分かってて、プロの講師として独立起業するぞと言いながら、やはりハフトゥーのことやんないと生活できないよねとかって、どっかにやっぱり疑ってはいないですよ。疑ってはいないんだけれども、そういう感覚が残ってて、本当の意味で24時間364日ウォントゥーだっていうところに行き着くまでには結構時間がかかったっていう感じですね。1年ぐらいはかかったんじゃないかな、余裕でっていう感じでしょうね。で、もちろん、その後、友達式の認定コーチの養成講座とかですね、博士のコーチを受けたりとかする中で、まあ、その柱がどん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 広がっていって、本当の意味で24時間364日ウォントゥーっていう状況を自分の中で作り出すことができてきてるわけですけれども、まあ、最初はですね、それを切り替えるのにやはり、まあ、刷り込まれた価値基準、無意識でもそういう状況だったんで、なかなかこれが厳しかったなというところがあります。これ本音の話ですね。別に何を隠そう、何も隠さないですけど。で、相談を受けるときに、その want to って言っても、want to ってなかなか見つかんないです。want to のゴールがなかなか見つからないです。そもそもやりたいことって何でしょうっていうふうに相談を受けたときに、わかるって感じですね。まさにそんな感じっていうね。真面目で、しっかりと仕事をして成果を上げている人であればあるほどそういう状況なんですよね。それは結構、まあ世の中蔓延してるかなっていう感じでしょうかね。まあ自分の経験した職場の中で言うと、ほとんど、まあ、厳しい職場だったんで、わははって笑いながらやってる人がいたかって言ったら、なかなかいないですよ。もちろん、意識はしてました。
クライアントの企業の、部長さんとかですね、社長さんと話をするときは、いかにこうね、緩めるかとか、まあ、ある意味こうね、話題を広げてですね、面白くないと仕事が進まないんですよ、プロジェクトが。面白いと思わない限り、プロジェクトが成功しないですね。面白いって何かって言ったら、わははって面白さではなくて、あ、興味深いねとかね。あ、それ面白いねって、まさに面白いですね。そのアイデア面白いねとか、それって結構いいねっていうふうに言った瞬間は笑顔になるんですよね。で、そういう面白さ、なんていうのかな、興味深いというか、まあ、それはちょっと抽象の高さで言うと、知的なその笑いみたいなものも含まれるかなと思うんですよね。そういうものをですね、自分は結果として、まあ、経営コンサルティングの会社に長くいたんで、鍛えられた気がしますね。日経新聞とか日経金融新聞とかずっと毎日読むんですよ。で、読んでその記事を知ってるだけじゃなくて、これをいかに、その企業のクライアントにウィットに富んだパッケージにして届けて、ちょっとクスッと笑ってもらえるかとかね。で、笑うだけじゃなくて、笑わせるのが目的じゃなくて、その先に、このプロジェクトをうまくいい、あの、進めるための、その、アイデアを実際、プロジェクトに落とし込んでいって、じゃあこれをやってみようか、あれをやってみようか。これ面白いよね。こういうことやっていく。だからそんな感じの興味深さ、楽しさ。だからそういった意味では、自分は、コンサルの仕事はウォントゥーだった。間違いなくウォントゥーだったんですね。やりたくて、業界に入りましたからね、すぐ狙って、行ったんで、もともとは、もうかなり、重鎮ですけど、大前健一さんの本を読んで、ああ、経営コンサルタントって仕事素晴らしいなと、ああいうふうになりたいな。で、追っかけをしたことが、追っかけって言ってもあれですけどね、講演会とかあったら行ったりとかしながらそういう話を聞いたりとか、まあそういうことをやることによって、なんか、面白いんだね。大前健一さんも趣味がすごく広くて、仕事をね、最高のパフォーマンスを発揮するためには、しっかりと遊ばなきゃいけないとかね。あ、そういうことを言う。で、楽器も、まあ、クラリネットだったと思うんですけどね。大前健一さんはクラリネット、クラシックベースの、楽器をずっとされてて、まあまあ、ちょっと聞いたことはないですけどね。どのくらいで出るかわかんないですけども、楽しみながらやるという意味では、人前で演奏できるレベルは当然ながらクリアしてんだろうなというふうに思いますけど、そういう魅力的な人であったということもあるし、なんかこう、やっぱりウォントゥーのオーラを感じてたんだと思うんですよね。で、まあ、多少狙いながら、外資系コンサルティングの会社に、外資系コンサルティングファームにですね、入ることができて、まあ、非常に自分はそれが、ゴールを達成した、達成感はすごかったですよね。もちろんそこがゴールじゃないので、そこから、いかに、コンサルとして、スキルを磨いて、知識を磨いてっていうことを、もうこれも非常に楽しかったんですよ。今から思えば、ウォントゥーでやってた。その前の仕事も、IT 業界で、開発とか、IT のそのシステム開発とかも、かかってきてるんですけども、そういうことを、SE とかプログラマーとかやったんですよ。それもすごくやりたくてやった、仕事だった。これもウォントゥーであることは間違いない。で、その前ですね。まあちょっといろいろあるんですけど、その前で、大学卒業してすぐ入った証券会社で、金融知識を身につけた。これも実はウォントゥーだったんですね。人生一度だしね、うちは実はサラリーマン家庭なんで、父親が理科系の、研究職のサラリーマンだったんですけど、そういう家庭だからこそなのか分かんないですけどね、なんかね、もっとこう、自分はなんか一歩何かやってみたいなって思いがあって、やっぱり会社を立ち上げて、なんかやってみたいなって思い、そうするとですね、お金の資金の調達だとか、ファイナンスのことも知らなきゃいけないんだろうということで、そういうことを大学で学びながら、証券会社に入ることができたんですけど、そこでもいろんな学びがあって、それも楽しかったんですよね。いや、苦しいんですよ。肉体的にも精神的にも追い詰められて苦しいんだけども、でもやりたいこととしてそれを始めたんで、なんていうのかな。自分の中でなんかこう、嫌だ嫌だっていう感じはなかったですね。そして狙って次は IT 業界。この転職も自分で言うのもなんですけど、かなり異色の転職ですよね。金融業界から IT 業界。今だったらおそらくあると思うんですけど、自分の、20代の頃は多分あんまりなかったんじゃないかなと、かなり、異色だと言われましたけど、
それでも IT 業界で、実際プログラミングやりましたからね。なんか要件定義書だけ書いてね、なんか SE っぽいことやってるとか、IT のことも実は全く分かってないんだけれども、用語だけは知ってとか、そんなレベルじゃなくて、きちんとこうプログラミングして実装させていくっていうところを、やりたかったんで、それも非常に楽しかったんですけども、今もだからそういった意味では非常に、その経験とか知識とかですね、スキルとかも、まあ時代がこれだけ経ってしまったんでっていうのはありますけど、それでも今いろんな相談、IT 業界の、クライアントとかたくさんいるので、相談を受けた時とか、キャリアアップのね、話とか、相談を受けたりすると、その中身は、なんていうんですかね、IT 業界のそれぞれのプロジェクトの現場感覚っていうのは、いまだに聞けばわかるっていう感じですよね。あんまり変わってないかなっていう感じ。変わってないっていうのはやばいんですけど、でもまあ、雰囲気はアップデートかけてるの分かっていますということで分かってますという感覚。そうするとアドバイスも結構刺さっていく感じでしょうかね。まあ、それもだから IT の業界もオントゥーで、で、その後にまあいくつかあって、で、経営コンサルティングの会社で、コンサルとして、経営コンサルとして活動して、これもオントゥーだったんで。で、その後、コーチングを見つけてとか、まあ、ルーと友達博士に出会って、コーチングだってことで、独立起業してプロのコーチング、これも当然今、ウォントゥーでやってますから、今振り返ってみると、まあ、全部キャリアとしてはウォントゥーだったかな、というような感じがするんですよね。とは言いつつも、一つ一つの、なんか月曜日朝行かなきゃとかね、なんかやっぱりこう、報告会の前はちょっと重たいな、とか、なんかそういうのはもちろんあるんですけど、でも、総じて大きなボンっていうの中で自分はやってこれたという意味では、一つ振り返ってみても、まあボンってそんな感じだよねと、決してなんか嫌なことをね、いやいややってた時期っていうのは基本的にはなかったかなっていう感じてます。ということで、ボンっていうの話に一回戻るとですね、そんな大きな意味でのそういうボンっていうすらもあんまり感じず、大学で就活するときに、なんかこう、人気ランキングとかね、あとは何でしょうね、生涯年収ランキングとか、なんかそんな感じでこう上からこう受けてってよかったっていうところで、入った方はずっとその会社の中で転職も、まあ一般的にはしない方の方が多いと思うんですけど、そういう中で、want to って考えたことがないっていう方のイメージは非常によくわかるんですよね。だから、ウォントゥーを考えるってことだけでも非常にこのコーチングを学んで実践するっていうのはすごく意味があることだなと自分は思ってですね。まあ、子供たちにコーチングを届けるとか、スポーツ選手コーチングを届けるっていうのはもちろんやってますけども、社会人にやはり届けて、今厳しい状況に追い込まれている方はですね、ゴールを設定し、コーチを学んで実践していくことによって、未来を思いっきり切り開かれるということを、実際いろんなところで起きてますんで、ぜひ、それをですね、伝えていきたいなと思うんです。だから、今悩んでて苦しい、目の前に起きた壁があるっていう方は、これをしっかりと学んで実践することによって、それを超えることができるんですよと。これをですね、確信しながら、ぜひ、しっかりと学んでいっていただきたいなというふうに思います。で、じゃあ面白いってなんだかとかね、興味深いってなんだとかって、やっぱり、抽象度の高さがやはり求められるのかなと思うんですね。情報、やっぱ圧倒的な情報がないとですね、面白みも深みがない。で、これまで入れた情報だけで何かやろうとするのではなく、やっぱり新しいチャレンジをするときは、最新な情報とかね、自分がこれまでリーチしなかった新しい情報を自分の中に取り込むことによって、新しい何かをこう生み出していくっていうね、そういう感覚がすごくワクワクすることだと思うので、常に新しい情報に敏感になって、いろんなところでいいと思うんですよ。すべてのっていうより、want to のゴールに関係する領域にアンテナを立てていきながら、どういうことが今起きてるのかなとか、これがどういうふうに動くのかなとか、なんかそういう形でこう、追いかけ、新しい情報を追いかけるだけでワクワクする感じっていうんですかね。だからそれは今は非常に世の中大きく動いてるので、例えばですね、20年ぶりの円安とかってなんかこう、身近に感じられる方ってどのくらいいるかなと思うんですよね。海外旅行に割と頻繁に行ってる人は、こう、円安ってやばいんですよね。海外行った時、例えば
ですよ。わーって言ってね。現地でクレジットカード決済って割とそのタイミングで、割と最近早いんで、割と早いタイミングで、そのかなり近いレートで決済が降りて、後で請求が来るんですけど、わ、高っみたいなね。だからドルで感じてるとわかんないですよ、アメリカで。で、この間もたまたま、海外から来られた方と会ったんですけど、あ、誰だったかな、ロスの方だったかな。なんか日本人旅行者が、今、例えばハワイとかでね、海外に行くときに、いわゆるグレードのそれなりのいいホテルに泊まるとですね、朝食ビュッフェってついてますよね。朝食ビュッフェとかね。結構高いですよ。日本のホテルとかでも、朝食ビュッフェ3500円とかね、朝から炊けみたいなね。3000円ってそんなに食うのかみたいなね。で、ビュッフェだから元取らなきゃみたいな感じでも何回何回も往復しちゃってるみたいな人も中にいるかもしれないですけど、朝食ビュッフェ。で、今、日本、円安になってるんで、海外のホテルとかに行くと、そのビュッフェが日本円で計算すると、でも6000円とか7000円らしいんですよ。なんか感覚的にはね。朝から6000円とか食うかみたいな。だから円安とかね、円高とかっていうその感覚っていうのは、自分はもともと金融にいたんで、敏感にならざるを得ないですよね。海外に行かないっていうのはもちろん、割と年に何回か、行く生活をずっと続けてきてるので、常に意識しますよね。ユーロとかドルとかですね。そういうものとの日本対、円に対するその為替のレートっていうのを常にどっかで意識しちゃうところですけど、20年ぶりの円安か、これ結構来てんな。今、金利差ですからね。日本で言うと日銀と日銀が出す金融政策と、アメリカの FRB が出す金融政策の金利の、差なんですよね。アメリカが金利を上げることによって、シフトしていくっていうことが起きてる。ただ、金利って高いところにお金が流れるっていう、こういう当たり前な仕組みがあるんです。確実にそうだけでは語れない世界ではもちろんありますけど、基本的にはそういう流れ。ということで、そうですね。だから海外からしたら日本のものが非常に安くなってるとか、買い叩ける状態になってるという意味では、もちろん良くないですよね。だから、なんていうのかな。そういうものをちょっと感じたりとかですね。それ長いスパンでずっと見続けることによって世の中の流れが見えてくる。株とかもそうですよね。一喜一憂しないようにしながら、こう、ずっとウォッチしていくことによって世の中どうやって動いてるのかな、ね。で、ウォントゥーの話に戻ると、そんな感じです。ウォントゥーっていうのはですね、腹をかけて、わーとかっていうことも一つあると思うんですよ。そういう領域だけではなくて、もっとこう、なんていうのかな、多面的なもの、かなっていうふうに感じてるんですね。面白みがあると。面白いだけじゃダメです。面白みがあるとか、楽しいけれども、その奥にこう、なんていうのかな、柱があるみたいな、そんな感じ。で、熱量もあるんですよね、すごく。で、そういうもんっていうのを、自分の中にみんな持ってるんですけど、それを閉じてしまってる。ちっちゃい火種は絶対残ってるんですよ。全く水かかって消えちゃいました。そんな方は多分いないと思うんで。どっかにあるんですね。それ生きてるから。生きてるから必ずある。それに、ちっちゃい閃光の火みたいなのに、こう、なんか風を送るのか酸素を送るのかで、ポッとこう火をつける。そういうきっかけになる、場を作っていきたいなというふうに思ってます。自分自身、それで、やはり、そうですね。コーチングに出会って、内面のエネルギーが火がついた瞬間っていうのは、本当にいっぱいあるんですけど、そういうことかなと、今、確信してます。で、そういう、内面の火をつけるお手伝いするのが、コーチの役割だな、というふうに思ってやってきてるんですね。それを、言葉を変えると、コーチはクライアントのエフィカシーを上げること。ね、とにかくコーチはクライアントのエフィカシーを上げることに集中しますっていう表現になる、場合もあるんですけども、それが表向きの話で、裏側でいろんな働きかけをしていくんですね。で、わかりやすい言い方をすると、内面の火、ウォントゥの火をつける役割。ポンと。もちろん火は持ってるのは本人なんですよね。
その火をいかにこうつけていくかっていう、つけてもらえるか、自分で火をつけていくかっていうところに、いかにサポートできるかっていうところ。コーチが火、松明を持ってつけてくださいってやってもつかないですよ、これ。これポイントですよね。外側から火を持っていってもつかない。内面の火は自分でしかつけられないですよ。ここがですね、物理的な火と違って、熱い人の周りにいれば火がつくんでしょう、逆なのね。周りに熱い人がいると、冷めるんですよ、みんな。うわ、なんか暑苦しくないですか、ここ、みたいな。ちょっと自分がいるとこじゃないかも。ええよ、とかやってるとなんか嫌ですよね。やっちゃいけないですけど、そういう空気の中にいると皆さん経験してると思うんですけど、周りが盛り上がっていれば盛り上がっているほど冷めるんですよ。不思議ですよね。だから情報空間は物理空間とは違うわけですね。ということで、内面のそのエネルギーを高めていく、火をつけていくっていうことは、自分自身でコントロールしていくってことなんで、すごい間接技が必要だっていうことですよね。ここで。ワントゥーってものをもう少しきちんと向き合うことを、かっこつけなくていいですよね。誰かに見せるわけでもないし、自分が本当にそういう情熱を持てるか、自分の中に火がつくものって何だろうっていうのを、しっかりと向き合うことが、とても大切なんで、それをまさにコーチングで言うと、ゴールを考えるワークですよね。ゴールを考える枠。現状の外側でワントゥーで、このワントゥーでって軽く流すけれども、軽くないですよ。このワントゥーのゴールってね。ワントゥーのゴール。で、やりたいことですよね。やりたいことであるんですけれども、そのゴールの定義もですね、友達が稼げている。実現したい世界のことであるっていうね。より一歩踏み込んだ定義を。博士が最近、いろんなところでしてくれてますから、そういうものを皆さん学んできてると思うので、まあそういう上で自分がなりたい世界に自分がしていくために、自分がどうやって楽しんでいくのか、楽しまなきゃいけないんですね。楽しくて、そして、なんだろうな、つまらなくないですよ。つまらなくないって言ったら、言葉としてのニュアンスなんで、なかなか言語化するとですね、いろんな皆さん捉え方があると思うんで、面白おかしいみたいな感じでしょうかね。で、ワクワクする楽しい。なんか時間が経つのがあっという間とかね、なんかこう、いろんな感情がありますよね。あ、憧れっていうのはなんか誰かの人に対するとかだったりするんで、ちょっと違うかもしれないですけど、そういうこう、ときめきとかね、なんかそんな感じ。もうワクワクときめく、もうなんか、みずみずしい感じって言うんですかね。キュンキュンくる感じっていうか、なんかそういう感じの、領域を自分で見つけていくっていうこと。で、これは、全員が持ってるんですね。さっき言ったように、ちっちゃな火種をいっぱい持ってて、それがどこなのかはそれぞれ違うんですよ。みんな一緒だったら、これやればいいんじゃないですかって言うけど、そうじゃなくて、自分で見つけていくものである。そして、その人も、もしかしたら、何年か経つと変わる可能性があるわけね。変わっていくんですね。どん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 変わっていく。ある意味、抽象度が高い方向に変わっていくっていうことも言えると思うんですけど。そうやって、自分にしっかりと向き合うこと、自分の本音に蓋をしないこと、やりたいことって何ってことを常に考え続けるってことはどっかで必要かもしれないし、大人だからもうこれ言わなくてもいいと思うんですけど、法律に違反することはダメなの当たり前ですよね。なんか、まあ言わなくていいですし、いいでしょう。それは当たり前として、ね。いや、そこの常識も超えていくんだ。それは法律だから。法律はちゃんと守る。税金もちゃんと納める。ね。当たり前ですよね。信仰も守る。当たり前。そういうのは、きちんとした社会的な、ルールとしてはきちんと共有してるものはしっかりと守りつつ、自分の見えないバリアですかね。自分がこう、逃げられないように、こう、閉じ込めてる、自分自身を閉じ込めてるものを、ボントゥーでいかにこう広げていけるかっていうところ。で、我々の、マインド、脳とこのことマインドって言いますけれども、この脳の中に、これまで子供の頃から、まあ生まれてこの、ね、これまでですけれども、外側から、言われた言葉がいっぱい詰まってるんですね。で、受け入れたものが自分の価値基準になって、ブリーフシステムになってるということ。で、受け入れたかどうかもわかんないけど、いつの間にか自分の中で常識になっても、それが現状に縛ってるんです。だからちょっと考えます。ね。しっかりと考えて答え出します。そのしっかりと考えて答えを出しますっていうのは、過去の刷り込まれた、過去思考に全てリーチして判断して、
やっぱり現状維持にしますって答えになるんですね。当たり前ですよね。それ以外の情報ないんですもん。現状の外側って知識、知識はあったとしても、現状の外側がわかんないです。ってことは考えれば考えるほど現状に張り付くんですよ。で、近い人に相談すればするほど現状維持になるってことは、これね、しっかりと押さえておく必要がありますよね。全員が、現状の外側のボトルネックを設定して、そこに飛び出していくっていうことを皆さんがチャレンジ、そして未来を思いっきり変えていくっていうのはこのコーチング理論なんで、この貴重な時間にですね、これだけ、もうすでにこれだけの人が集まってきてるってことは、現状に対する不満があり、ね。そういう形でいいのかどうかわかんないけど、現状に対する不満があり、不満があるってことはいいことですからね。いいことなので、その不満のエネルギーを未来を変えるためのエネルギーにいかに切り替えていけるかっていうところがこのコーチング理論ですよね。このコーチング理論の意味合いでもあるので、現状の外側のゴールを達成するために現状に思いっきり不満を感じてるからこそ、何かこうね、変われるヒントがあるんじゃないかってあるんです、ここに。で、それをしっかりと伝えるための、情報を出してきてます。ということで、今回はゲリラ YouTube ライブ、今日は以上となります。それでは、ワクワクさんでした。